いどうもこんにちは、こんばんは、おはようございます。大魔王オーマーレイジャーということで、仮面ライダー王者こやつはな、ワンパンで出来上がったんでアーカイブに残していきたいと思うってことで、一番上の段から、リーダーは、こやつ17時ナナミケント。ナナミケントはデッキ内、光属性が10体以上、A 種族が6体以上いる場合、メイン属性のみデッキ内全員の HP100、アタック150、改造耐性が100ということで、ここのステージは改造耐性が100であれば、光属性のね、やればいいので、で一応他、10体光属性で、あと他の、属性2体は入れられるんだよな。なので、こやつがいいっていうのと、あとは、なという言葉が入っておるので、こやつを選んだ感じだ。そして、次。アウラ&マレー。アウラ&マレーは、あという言葉が使えて、で、A 種族のアタックを強化してくれて、敵単体に、デバフを、してくれるので、柔らかくしてくれるんだな。なので入れてる感じや。そして、仮面ライダーの、栄光の七人ライダー。だからな、仮面ライダーの攻撃力を上げてくれるので入れてる感じや。で、仮面ライダーアキト。そやつも、光属性のアタックを強化してくれるので入れてる感じ。で、あという言葉が必要なので、っていう意味でも入れてあるぞ。そして、ガッシュ&ヒコマロかな？私は優しい王様。ヒコマロか。ヒコマロじゃなくて、ヒコマロだ。結構火力がある、かの文字を使えるキャラクターなので入れてる感じや。そして、今回の主役、仮面ライダー02。だったらな、7文字以上で、爆絶強力な攻撃をしてくれるので、だってがちゃんとバフかかってる状態だったらワンパンできちゃうんだな。そして、アルファス・エルリク。だったら、あという言葉が使えるので入れてる感じ。で、あと、この残りのメンバーは、この、豊馬姫と、優しさと、イカズチと、ダイヤの剣は、光属性のアタック強化、ショーしてくれるのね、ドロー陣な。なので入れてるだけなので、ドローバブ級要員じゃ。そして、アズールは、EX スキルを持ったキャラクターなので、文字をな、確実に呼び出したいので、入れてる感じ。なので、持ってなければ、まあ、ドロバフ要因か、赤のどっちかを入れとくといいと思うぞ。ってことでやってみよう。さあ、必要なメンバーは、どれだろう。一応、あと、なは、いるので、あと、背を引くのが重要だな。な。来た。来た。おう、これ全部そう。かなり、こっちにしよう。かなり安全。仮面、七人の栄光ライダーと、角度で02が強化するのでワンパンいけるぞ。はい、ここからは時間がいる。バフに、さあとどめを刺して、いや、バフが入ってると強いね。はい、ということで、こんなに簡単に倒せるとは思わなかったな。いや、やっぱりやっていくことによってコラボも
もう4回5回と続くとキャラクターも揃うんでな。はい、ということでこんなデッキで、王者がワンパンできました。ということで今回はここまで。大魔王オーマーデイジがお送りしました。チャンネル登録評価ボタンよろしくお願いします。バイビー。